ギター科講師の武田です。今回はヤングギターっていうあの雑誌にですね、結構前なんですけども載させていただきまして、その時にあの専門学校の方であの講師僕やってたんですけども、その時に撮影が来て出したヤングギターのクリニックのですね、内容をですね、フレーズ解説をしながらレクチャーしていきたいなと思います。あのアドリブとかで実際生徒の質問の多いダイアトニックコード以外で出てくるとちょっと弾けなくなっちゃうと、まあそのねダイアトニックコード以外で出てくるとそこのドレミファソラシド以外で弾かなきゃいけないわけ でそこであの今回の内容はモーダルインターチェンジ、そしてちょっと難しい名前なんですけどもセカンダリードミナントっていう部分にですね焦点当ててレクチャーしていきたいと思います。作曲とかにもですねかなり役に立つかなと思いますので頑張ってみてください。僕のオリジナルのそのソロの、デモ編から見てください。コードから解説していきます。まず最初に C メジャー7です。ここで B ですね。次に D7 で、これは僕は D のオンでベース音を7してします。で続いて B マイナー。 D 音を C にすることによってスムーズにこのベース音を B に流れるようにオンコードにしました。Bマイナー、続いて B7。 僕はこのフラットナインスを使ってます。はい、そして次に E マイナーで E7、 A マイナー7で、僕はここは A マイナーナインスを使ってます。そしてそのまま C に行き C マイナーナインスです。まずあのキーが G なので最初の C メジャーはサブドミナント、そして次ドミナントですね。そして G の3マイナー、そしてここが B7 なので E マイナーに向かうセカンダリードミナントです。で E7、 これもセカンダリードミナントで A マイナー、 A マイナーナイスで C マイナーナイス、これでいいですね。でこの C マイナーなんですけどサブドミナントマイナーと言います。ここだけ一時的にキーが G マイナーになっているっていう解釈なんですよ。これちょっと難しい話なんですけど、下がキー G マイナーのダイアトニックコードです。これ同じ主音の調でこれらを同主調っていうんですけど、同じ主音この G でね落ち着くという共通の目的があるので、いわゆるここに書いているダイアトニックの両者の貸し借りが可能になるんですね。なのでこの最後の小説の C マイナーは一時的に G マイナーキーになっているところで G マイナースケールです。 G マイナースケールでソロを弾き切っているっていう形になります。もちろんね G メジャーではいけないですね、 G マイナーなので。であのここでちょっと代理コードも勉強していきます。まず G キーってさっき話したんですけど G のダイアトニックコード書いてますが、G のメジャーセブントニックです。代理が B マイナーの3マイナーと6マイナーの E マイナーとなります。そしてサブドミナントが C メジャーね。まあ別に C でもいいと思うんですけど、僕は4世で C メジャーセブンにしました。代理は2マイナーの A マイナーで、はい、そしてドミナント D7、 これの代理が F シャープマイナーセブンフラット5。F シャープマイナー7フラット5っていうのも言い方変えると F シャープのハーフディミニッシュとも言います。同じ意味ですね、マイナー7フラット5と。これが代理で、そしてマイナーの方 G マイナー、このキーの代理も説明すると、まずトニックは G マイナーですよね。で4番目の C マイナーサブドミナー
ドマイナー、これが先ほど出てきたやつです。そしてドミナント、これセブンスじゃなくてマイナーでは D マイナー7、ドミナントマイナーですね。このような形になります。よく頻繁に使う代理コードをちょっと多く紹介します。G マイナー7のトニックマイナーに対しては B フラットメジャー7、または G マイナーメジャー7、これも可能ですね。そしてサブドミナント C マイナー7のこれの代理はちょっと4声で言うと A マイナー7フラット5、 E フラットメジャー7、 F7、 そして C7、 そしてドミナントは D マイナーで、これは代理という形でちょっと説明するんですけど、 D7 も可能ですね。今は G のナチュラルマイナーなんですけど、 G のハーモニックマイナーではダイアトニックを積み上げていくと5番目に D7 ができます。このようにですね、各ダイアトニックコードの代理コードの役割をね、把握すればよりですね、アレンジの枠が格段にこう広がっていくので、ぜひ勉強してみてください。ちょっと補足としては、さっき言ったサブドミナントマイナーの代理コード結構多いじゃないですか。 A マイナー7フラット5、 E フラットメジャー7、 F7、 これはですね、どれも機能上重要となる E フラットのこのフラット6の音を含んでいるのも結構大事な点だと思います。じゃあ次、セカンダリドミナントなんですけど、 B7 から E マイナー、6、7小節目ですね。そして8、9小節目の E7 から A マイナー、で解決先をこう一時的にトニックのワンマイナーと見立てて、ドミナントは5-7に変化させたっていう形ですね。このようにですね、セカンダリードミナントを取り入れることによって、さまざまな場所でこうドミナントモーションが作ることができるというふうになります。ダイアトニックの完全ごと下に解決するっていう感じですね。例えばこれ今キー G なので、 A マイナー、 B マイナー、 C、D、 E マイナーのいずれかに解決するという、全て 5-1 の関係っていう感じです。でもキー C で言えば分かりやすいかもしれないね。 C、D マイナー、 E マイナー、 F、 G、 A マイナー、 B ハーフディメッシュ、 C に対して、C に対して、でこれは C7 だった場合 F メジャー7に解決できます。 D マイナー、 D7 に関しては G7 に解決できます。これはドミナント同士なのでドッペルドミナントとも言います。そして E マイナー、E7 だったら A マイナー、6度マイナーに解決できますよね。こうで F メジャー7、 F7 だと B フラットに解決する形になります。なのでここはダイアトニックに C キーでは B フラットが出てこないので、F7 は該当しないと、実際使ってもいるんですけど、その定義から言うと該当しないということですね。で次 G7 は C にね、通常通りいきます。で A マイナーから A7 だと D マイナーに解決できます。で B7 になればですね、さまざまな場所でドミナントモーションできるよっていう話でした。ただひたすらね、こうスケールバーって弾いてるわけじゃなくて、コード感を大切にメロディアスなソロを作ることに重点を置いて作りました。それでは解説に入ります。 Bm7 の5小節目までは G メジャースケール、ここで弾き切ってます。最初を2弦の10フレットをチョーキング、って感じで弾いてます。2小節目です。これはチョーキングして、チョーキングしっぱなしの状態で15フレットタッピングして、そのまま下げます。でプリングして人差し指7フレットです。で3小節目がそのまま小指から18でスライドします。人差し指で次薬指で3弦の5フレットの C、 人差し指でまた薬指75スライド、人差し指4フレット、薬指1弦の5フレットの裏からソーにスライド3フレットです。そして人差し指2フレットで、次中指3フレット
2フレットにプリングします。3小節目の7フレットから弾いています。小指、こんな感じですね。で、4小節目、これはダウンダウンダウンと弾いてるので、こういうことをスイープと言います。これですね、ちょっと難しいです、リズム取るのが。7フレットのレの音にグリッサンドします。で、こうチョップをこういうの上から右手ビュートしてこうやってやって、で、弾くことをチョップって言うんですけど、こうチョップしてますね。で、ここまではあの G メジャースケール一発でちょっと弾いてる感じなんですけど、次にあの B7 のフラットナインスっていうコードが出てきます。これはセカンダリドミナントでした。で、これ B7 のフラットナインスってこの形、人差し指が4弦の7、薬指3弦の8、中指2弦の7、小指1弦の8、はい、これでディミニッシュの形と一緒ですよね。で、あの続いてですね、 B7 のところなんですけど、ここはフラットナインスで弾いてます。で、 B7 の代理コードであるディミニッシュを想定してですね、まあ、フラットナインス、こっちでもいいんですけど、 C ディミニッシュ、 E フラットディミニッシュ、 G フラットディミニッシュ、 A ディミニッシュという C の、ね、ディミニッシュグループがこう使えるわけですね。で、ここ同じ形ですよね、ディミニッシュの。で、これもこういう感じで3フレット移動で使用可能となります。で、自分は考え方としては B7 がここでできてフラットナインスであれば、フラットナインス半音なので B のセブンスのアルペジオを1回弾きます。これのループだけを半音上げるとこうなります、ね。ディミニッシュといっても、このセブンスのアルペジオ、このループだけを半音上げただけです。そこで、いろいろエクササイズちょっと考えたんですけど、リズムずらしになりますが、こちらになります。B7 のセブンスのアルペジオをまず弾きます。で、次、ディミニッシュ。まず3連。ディミニッシュみたいな。あのセブンスでこう上がって、あ、ルートだけこう上げればこうディミニッシュのアルペジオが弾けるんだと。例えばこっちでもそうですね、ここがあります。まあこうやって押さえるんですけど、中指が5弦の2フレット、人差し指寝かせて薬指が2弦の3フレットですね。で、これも B の1回セブンスのアルペジオを弾きます。そしてルートを半を上げて、これも3フレットする、 E フラットディミニッシュ。このようにですね、ディミニッシュが3フレットをずらせば自由に弾けることになります。結局ディミニッシュというのは 1.5 音間隔なので、3フレット分をずらせば全く同じフォームで移動ができて、あの自由に弾くことができます。で、構成は全て同じという形になります。このような感じで弾いてるんですけど、16ビートからいきなりこう8分差になるのでちょっとリズムが難しいんですけど、これも結局3フレットずらすような形、先ほど DVD 一緒を使ってる感じですね。ここはまたチョップしますね。フレーズなんですけど、で、ここの E7 っていうのはですね、 A のハーモニックマイナー、 A のワンマイナーで見立ててるので、 A のハーモニックマイナーの557という考え方を僕してます。なので、ここは A のハーモニックマイナースケールを弾いているって感じですね。それを E から見ると、 E のハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビロースケールって形になるんですよ。ちょっと名前長いんですけど、た
ただあのスケール名はちょっと異なるんですけど、表紙は全く同じ形で、で、この A のハモリック前の E から並べ替えると、で、こういうような形になるので、どういう構成部かというと、 E はルート、小指のこの、F の音はフラットナインス、ソシャープの音はメジャーサード、ラはイレブンス、シがパーフェクトフィフス、ドがフラットサーティンス、レがセブンス、そしてこのミの音がルートになります。もっと簡単に考えると、セカンダリドミナントでもうマイナーに解決するところでは、そこの解決先のマイナーのハモニックマイナー、ハモニックマイナーが、まあ、アドリブで結構使うことが多いです。で、先ほどの B7 の、時も E マイナーに解決するわけですから、さっきはディミニッシュの A の B のフラットナインスのアルペジオを弾きましたが、ここも別にいいのハモニックマイナーを使ってもいいんじゃないかな、全然使えると思います、はい、B7 の時は B のフラットナインスのアルペジオを弾いて、まあ、ソロを取って、そして E7 の時は A のハモニックマイナーを弾いたという形になってます。そして9小節目の Am7 に解決後、元のキー G に戻って Am9th のアルペジオを弾いてます。Am7th 上で、C のドミソシドミソシって弾くと Am の 9th のアルペジオになるんですよね。 Am の 9th って B じゃないですか、 C の音でしょ。で、 C から見たら C の音ってメジャー7なんですけど、ちょっと上手い具合にハマりますんで、やってみたら面白いと思います。で、ここも反拍3目ですね。ダウン、プリング、アップアップ、そして小指からここでは、クロマチックアプローチも含め、G マイナースケールで弾き切っています。先ほどのモーダルインターチェンジで、ここだけ G マイナースケールなんですね。指先しっかりこう、揃えて、こう真下にこう、プリングする感じです。で、8分3連。で、6連符。で、スライド。で、オクターブ弾いて、